こんにちは、速稼塾のゴボです。今日は8月15日になりますけども、体の枝の価格が240円を超えてランキング上もトップ3に入ってきましたよね。いや、昨日のねエポックの更新によって、まだステーキング報酬も入ったのもあるんですけども、このステーキング報酬っていう概念がね、さらなる体のファンを呼んでることと、今回の価格上昇はスマートコントラクトの導入発表によるものだということでね、もういろんなところで体の枝の知名度が上がり、その利便性が高まっているなということでございますけども、今回ですね8月12日の記事を読んでみようかと思うんですね。まあ、こちらの画面を切り替えさせてもらうんですけども、まあこちらをどうぞ。はい、この記事ですよね。書いた方がニーナ・バン・なんとかって方ですね。ちょっとこういう風なね、初めての英語の表記があると読みにくいんですけども、ニーナさんですね、女性の方が書かれてるみたいです。すごいですね。クリプト&ブロックチェーン、フォーブススタッフの方ですよね。いや、フォーブスもね、扱う情報がこう体の枝、そして暗号通貨になってきたということで、これフォローしておきましょうか。なかなか興味深いなと思います。あれれれ、ちょっとめんどくさいんでやめておきましょうすいません。ということでね、記事を読んでいきますね。暗号資産、仮想通貨の分野でイーサリアムの競合として注目のカルダネダトークンの価格は8月11日、2ヶ月ぶりの高値に急上昇した。カルダノの創始者はその前日、スマートコントラクト機能の実装をアナウンスしていた。これですね、イーサリアムの競合として注目って言いますけども、イーサリアムの創始者もチャールズ・ホスキンソンさんというね、カルダネダと同じ人ということでね。つまりは、この暗号資産仮想通貨っていうのはもうチャールズ・ホスキンソンさんが支配してるみたいなね、そんな形にも見えちゃうんですけどね。すごい天才ですね。暗号通貨イコールチャールズ・ホスキンソンさんとも言えるんじゃないかなと思います。チャールズ・ホスキンソンさん以外の暗号通貨のこういったエンジニアさんってどなたかご存知ですかね。なんかちょっと私知らないんですけどね。はい、記事読んでいきましょうか。コインベースのデータで時価総額が第5位の暗号通貨であるエーダの価格は、まあ暗号資産だったり暗号通貨であったり仮想通貨とかね、読み方がいっぱいありますけども、11の午前6時、米国東部時間での24時間に 14.5% 上昇して1.78ドルをつけ、6月の第1週以来の高水準となった。そうですね。その前日、カルダノの創始者でイーサリアムの共同創設メンバーでもあるチャールズ・ホスキンソンさんはライブストリームを通じて体の絵のスマートコントラクト実装スケジュールを13日に明らかにすると発表した。もうこれで13日終わってますよ。我々はアロンゾのハードフォークの実施日の発表を予定している。体のでスマートコントラクトを走らせることが可能になるとホスキンソンさんは述べた。ハードフォークは9月に予定されている体のサミットの前に実装されていると。体のサミットってのもあるんですね。これが来月ということでございます。もうすぐですね。スマートコントラクトは人の手を介さずに契約内容を自動で更新してくれる仕組みのことで、 NFT やゲーム、DeFi などの様々なプロジェクトで利用され、イーサリウムやバイナンスチェーン、アルゴランドなどの多機能型ブロックチェーンの成長に拍車をかけている。体のエンジニアや学者からなるチームは従来のブロックチェーンのスケーラビリティなどの問題に解決につながる、基盤技術について100以上の科学論文を発表し、競合と差別化を図ろうとしている。いや、すでに体の枝に競合ってあるのかなと思っちゃいますけどね。論文そんなに出したんですね。しかし、スマートコントラクトなどの重要な機能の実装が遅れていることは体にとって悩みの種だった。今回の新機能追加で体の名はようやく同業他社と対等に渡り合えるようになるのかもしれないと。いや、対等どころかね、もう抜群だと私は思っちゃうんですけどもね。皆さんいかがお感じでしょうかね。はい、今回の記事、短い中にも様々な体の枝の未来を、そして暗号通貨の世界の未来を予見させる内容になっていたんじゃないかなと思います。私も読みながらね、2014年から関わってきて、なんか感慨深いものがありますね。もちろん、最近暗号通貨の存在を知ったり、体の枝の存在を知った方も大歓迎でございますんで、まあね、新参者名みたいな気持ちはありませんし、新しいファンの方をもっともっとこうね、取り込んでいく。また、私としてはこう出会っていきたいなという気持ちでいっぱいです。体の枝、これからもね、
実際にいいニュースがどんどん飛び込んでくると思いますので、今まで以上に大期待ですね。本当にね、カルダネダに出会えてよかったなと思ってます。ぜひね、30億人分の身分証明もない、お財布も持たない、そういった方に恩恵がありますように願ってやみません。それでは、今回は以上です。